はいどうも、日本一白髪抜きのお店バーバドンです。よろしくお願いいたします。まずはね、いつも来ていただいているお客様、いつもご利用ありがとうございます。無事に動画上げることができました。はい、いつもね抜かれているお客様わかると思うんですけども、ね、この私目線でね、こうどういう風に見てるかっていうのはわからないと思うので、まあ、今回ねこんな感じで見て抜いてますよというのがねこう伝わっていただければいいかなと。まあね、もう皆さんね安心していただいてるので、僕はパパパパこうやってね抜いてるので、まあ興味あるかなっていうね。はい、まあそれともね、まずこの動画をね、まあなぜ作るっていうふうに始めたかっていうと、まあ本当にねコロナでね暇なんですよね。はい、実はまあ前々からこの動画作りたいとは思ってました。はい、お客様からねこの技術を残して伝えて、染めたくない人、染められない人たちのね力になってあげてよと、ね、まあねやっぱりこういうコロナの影響か、まあそういうことって最近必要なのかなっては感じてきましたね。はい、でね、この白髪抜きにね、まあ、興味を持ってもらえる地方のね床屋さん、同じね同業の方たちがいればね、ぜひね伝えていきたいなと思ってます。はい、でもこのねノウハウ、もちろんね抜く技術もそうなんですけど、その抜いた後のアフターフォローの話もそうなんですけども、このノウハウを提供するのは利用者さんにも条件を設けてますので、まあ、それは概要欄とノートにも書いてありますので、そちらを一応ご確認ください。はい、今よりもね少しでもね売り上げがね上がるっていうのはねすごくいいと思うんでね、よろしくお願いいたします。はい、あとねそれとね、まあ、最近増えたそのねにわか白髪抜き屋さんって言ったらいいのかな、うん、資格なし資格あり、まあ、これはもうどちらでも関係ありません。はい、そのねにわか白髪抜き屋さんと、まあ、僕はもう別物なんですよと、そこにねはっきりとね今回ね区切り区別をまあつけようかなと、はい、思いました。ね技術があっても無資格だったり、資格があってもできなかったり、まあそのなんだろう、ちゃんとねその行きましたって言いながら実は抜いてないみたいなっていうのも、本当にここ本当ねずっとやり続けて本当思うことなんですよ。はい、まあ、過去の話で言うと、そのね2時間パイプ椅子に座って終わりましたって言ってね家帰ってこう確認するじゃないですか。まあ僕のお客さんもほとんど確認するんですけど、まあないのは分かってるんで。はい、でしたらもう白髪だらけだったっていうね、はい、まあ、これは本当まあひどいよね、うん、できないのにね嘘ついてまでやろうっていうのは本当にちょっと悲しい、うん、あとまあよくあるのが後ろの後頭部の白髪、うん、まあ、ここもねやりましたよってね、うん、でまあ僕のところに来るお客さん1ヶ月前に抜いたんですってこう後ろ見るじゃないですか。そうですね、白い線がさーっていうね、白い白髪がさー何本もあるんですね、まあ、もちろんその後も全部抜きました。はい、僕はもう抜きました。はい、もう本当上げたら切れないっす。で本当にもういろんなことがありました今まで。はい、で私の場合は抜き終わった後に、ね、ご家族やご友人にも見てもらってくださいと、もうないのでっていうのを必ず言います。初めて来ていただいたお客さんには、はい、もうここの部分はもう完全になくなりましたと。はい、そうすると、まあ、次回来ると、もう大体皆さん、なかったよって、嫁さんにも見てもらったらなかったよって言われるのがもうほとんど大半です。はい、まあ、こんな感じです。もう本当に、ね、プロが抜くっていうことがどういうことかっていうのをね、今回お見せできたらいいと思います。はい、今日撮影協力していただいたお客さんは、まあ、毎月ほぼ来るお客さんです。はい、まあ、すぐに抜きやすいので結構パパパパ抜けてると思います。はい、うん、
で、まあ、今回、ね、初めての撮影しながらの白髪抜きなのですごく遅いです。これでも、はい、もう正直な話、あの情けないぐらい遅いなと思います。はい、であと撮影しながらの白髪抜きなので、あのちょっとすっごいあの横ブレとちょっと映像のね、あの正確さにちょっと欠けております。本当それは申し訳ないなと思いますね。はい、まあ結構抜けてますねここね。はい、ここのまとまった白髪は結構簡単にパッパッと抜けますね。はい、ああそうですね、うん、まああのあとそうですね3分ほどの動画になっております。はい、まああのお楽しみください。はい、ではまたあの終わる頃にインタビュー入れますんで、声入れますんで、はい、よろしくお願いします。失礼します。ご覧ください。ご覧いただきましてありがとうございます。やっぱりまだちょっと不慣れなんでね、うまく撮影できなくて本当申し訳ないです。はい、この技術ですね、私の技術はただ白髪抜くだけでは終わりではありません。はい、一番大切なのは抜いた後のアフターフォローですね。ここの部分だけは大切なんですよ。なので私がやってきた、まあ、10年以上のこの抜く技術と、まあ、そのアフターフォローのノウハウの部分を一つのパッケージとしてね、あの提供して伝えていけたらなと思っています。あとまあ皆さんお気づきかもしれませんが、僕が使っている毛抜きはもう皆さんが使うような毛抜きとはもう全然違います。はい、あの髪の毛をね一本つかめるかつかめないかのもうそんな先の細いやつです。はい、これやることによってね、白髪だけを正確に抜くことができます。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、また詳しくね次の動画でやりますんでよろしくお願いします。